夏桂圈、杨幂、赵丽颖、高圆圆、范冰冰、baby 都是炙手可热的一线小花旦，拥有高颜值、高智商和高情商，是许多男人心中的女神。那么大家猜一猜，在日本青年眼中，这五位大美女哪种类型更受欢迎呢？この女性感かな。この何歳と思ってます？何歳？はい、何歳と思ってます？20代前半。20代前半ですか？全部と そんなと思ってますか？でも実は30代ですね。そう実はそう、子供ももう生まれましたよ。この2番目の人はどう思う？可愛いかな。この綺麗の部分は、顔綺麗の部分は一番はな、どこ？顔の綺麗なとこ。そう目ちゃん、目ですか？そう、やっぱり目な。私もそんなと思ってます。これはこの人、お綺麗、綺麗です。でもなんか日本の女性の俳優さんとかそんなこんなタイプは多いですか？雰囲気は、ああそうか。これは4番目の人と何歳と思ってる？意外とこう さっきの上かもしれない。さっきのあれを見たらもう意外と上かもしれない。いやでも30いや俺ちょっと前は40いくよ。おちょっと違いな。35、36かもしれない。そう、最高のこの人はどう？普通の美人じゃないですか。エンジェラベビー。今人気の、日本は知らないですかこの人？でもこのめっちゃ前のなんかすごく人気のモデルみたいですね。冬のソンナタ。じゃあこの子にはもし彼女はなんかになるたら、誰は一番は誰？一番選択は誰？この人ですか？この5人で。俺この人。この人。どう思う？好きな人。この人。目が綺麗な人。どう思う？一番最後ですか？はい、この人ですか？ああ。でもちょっと28歳ぐらい。